エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はいやってまいりましたニックネーム ニックネーム稲川のおさんさんんですね吉田さんいつもお世話になっております4月から YouTube の新アカを本格的にスタート昨年収益化したスライド動画の手法と違う方法を違う方法でのジャンルです今までの動画編集ソフトの Fimora とは別に新たな有料編集ソフトを購入しスタートしました新たな編集ソフトを使い方は分からず1本の動画作成にブラック残業から帰宅後作業するのが2日 えー、3日、えー、かかります10本アップした動画の視聴回数が10よくても100ぐらいチャンネル登録も私の、えー、3人ぐらいでモチベーションも上がらず1年前に収益化した赤も最初は12行の視聴を経験してるからやるしかないと分かりながらダラダラ1ヶ月経過し11本アップした動画が初バズりで1000回超えチャンネル登録が30人を超えましたさらに3本の動画バズりいずれも3万回すごい3万回すごいですね えー、一本バズることにチャンネル動画1日100人以上増える。今週だけでもチャンネル登録が100人超え。えー、週1回前回と同じ半年目標でしたが、睡眠時間を削り毎日投稿で3ヶ月を目指しています。1ヶ月前は世間が賑わしたネタが多いモチベ、多い時にモチベが上がらず寝落ちしばしば。頑張ればよかったと後悔。ノウハウコレクターの方やその 他のの人もなななんで新たなことにやる気が上が上らないのかよろしくお願いしますと、まあ、質問はそのなんか新しいことに挑戦した時にモチベーションが上がらないっていうでこれはまあ前提条件があると思うんですけどなかなか結果が出ないっていうことですよねこれ多分これ、ね、初動からバズってなんか10万回とか20万回やる「うおーみたいな感じで多分モチベーション上がると思うんですけど、まあ、最初からいきなりその、ね、ヒットとか大ヒットいきなり打てるっていうのはまあまあ 可能性的には少ないっちゃ少ないですからね YouTube 始めました今日1本動画アップしましたいきなり10万回回りましたっていう可能性は高いか低いかっいと低いので特にその何ですかねその芸能人でもない無名の僕たちがやるんだったらね <laughs> うんそうまあこれは単純にその今までと違うからじゃないですかね今までは働けば 給料がもららえるるってていう世界観でで生きてるわけですから、えー、自分で稼ぐっていうのはやったことに対しての見返りがない場合がありますよねって話なんですよ。起業しても、じゃあ起業したら全員成功するんですかと。起業して社長になったら全員億万長者になれるんですか。なれないんですよね。<laughs> <laughs> ないですよねそれが自分で稼ぐっていうことなんですよでも会社から給料をもらうっていうことは別に初心者マークつけてても見習いでも給料発生するんですよ見習いでも給料発生するんですよ初心者マークつけてても給料発生するんですよバイト代ねよく居酒屋とか初心者マークつけて、ね、働いてる人いらっしゃいますけど初心者マークつけてても給料発生するんですよ初心者でも発生しますでもあの起業して僕初心者なんです うちの会社初心者なんです。よろしくお願いします。っていう名刺を配って、多分取引できる会社ってあんまないと思うんですけど、いかがですかどうすか <laughs> いや、うちまだちょっと初心者で、ね、ちょっとあの、不適合もあるかもしれないんですけど、うちのサービスよろしくお願いします。って営業回って、誰が受けると思います起業してね、なんか営業回りしてね、うちのサービスをお願いします。でも初心者なんです、言うて。多分ね、受注受けられないですよ。 それが自分で稼ぐっていうことなんで、自分でやっぱ、あの、それはなんか認識しないといけないし、そういうもんだっていうものを捉えないと難しいでしょうね。で、まあ、根本的な要因、理由としては、まあ、そういう世界観。まあ、働いたら働いた分だけ給料がもらえる、1時間いくらっていう世界観で生きてるので、まあ、そうなるよねって話ですよね。それが、だ,だから、自分で稼ぐっていうのが、今までの人生の中で、 そういうその仕組み構造っていうのはなかったわけじゃないですか今までの仕組み構造っていうのは初心者マークつけてでも見習いでも給料が発生するやった分だけもらえるっていうねある程度もらえるっていう仕組みの中で動いてたのでその仕組みから外れた場合えっっていう頑張っても全然報われないや頑張っても給料0円1円も入んないって話ですよねでそこでモチベーションを上げるっていうこと自体が難しいですよね だからそのモチベーションを上げる上げないとかではなく、それが当たり前だということを認識できるかどうか。で、それが嫌なんだったら自分で稼ぐっていうことではなく、働いて給料をもらうっていうことをやるしかないっていう。だから二者卓越ですよ。それがもう当たり前ですよと。起業して自分で稼ぐっていうことは、それが当たり前で、絶対はない中でやっていかないといけないんですよ。で、それが嫌なんだったら、まあ、給料をもらうって話ですよね。時給いくらで。 なんかそういう考え方で取り組んだ方が気が楽かなと思いますね。なんかモチベーション、やる気なんか出てこないし、モチベーションなんか上がんないんですよ。人間だから。モチベーションが上がりっぱなし、やる気が上がりっぱなしの人間がいるとするならば、それ薬物やってますね。浮き沈みあるんで、そんなのは、人間だから。<laughs> だからやる気があるとか、モチベーションがあるとかで行動してたら、もうね、もう行動に波が出てきてしゃあないんですよ。それ稼げないですよ。波が出てきて。やる気がある、 からできます。やる気があるときならできますっていう、モチベーションがあるときならできます。モチベーションが上がればできますみたいな、そういうのをやってると、もう行動に波ができすぎ、荒ができすぎて、ずっと安定的にできないので、モチベーションとかやる気がなくてもやるっていう、それは、あやることが当たり前だよっていう、結果が出なくてもやることが、やらないと結果が出ないからそれが当たり前だよっていうような心構え、心のモチベーションというかね、そのなんだろうな、その基準を作っておくといいと思います。 てか、それがないと多分耐えられないですね。やれないですよね。続けられないですね。うん。だ逆にラッキーなんですよ。みんなつ、みんなだから、要はその仕組みの中で生きてるので、自分で稼ぐってなった時にモチベーション上げられないんですよ。ね。モチベーション上げられないですよ。ほとんど。9割9分の人はモチベーション上げられないし、モチベーションが上がらないから行動できない。やる気がないから行動できないっていう思考のスパイラルなんで、これ続かないんですよ。ほんと続かない。だからみんなやめていくんですよ。 だから、これを知ってるとラッキーなんですよ。あ、みんなやめてくやんと。まあ、勝てるやんっていうね。で、これを、これも本当事実なんで、マジで。マジで事実ですからね。でこれをもし知ってるだけでもラッキーだと思いますけどね。みんなやめてくっていう。<laughs> みんなモチベーションが上がらないからやらない。みんなやる気がないとできない。じゃあ、やる気があろうがなかろうができれば勝てるんじゃないっていうような考え方ですよねうん。僕はやる気があろうがなかろうがやりますから、やることは。 それが稼ぐってことなんで。でもまあ、これよく言います、よく言いますけど、その仕事もそうじゃないですか。ね、仕事の話もしますけど、じゃあ今日やる気がないから、仕事、いや、ちょっと、上司、ちょっとすいません、やる気今日出てこないんで、その、朝起きるのに、朝起きるっていうモチベーションはわからないんですよ、と。もう寝たいんですよ、と。だから今日休んでいいですかって言います それをやる気があるから、やる気がないから会社に出社しません。モチベーションが上がらないから会社に出社しません。朝起きる。眠い目をこすって起きるモチベーションが上がらないから起きれません。だから仕事行けませんっていうふうに会社に報告してたら、絶対クビじゃないですか。クビですよね <laughs>。あとはまあ、今、今の話から言うと、仕事としてやってんのかやってないのかっていう部分はありますよね。仕事だとそんなこと多分言わないんですよ。 100歩譲って、ね、例えば稲川のおっさんが上司にね、すいません、今日モチベーション上がらないんで会社休みますっていうことを、トゥードゥでやってるんだったら、やる気がないから今日会社行きませんっていうことをトゥードゥでやってるんだったら、それはすごいなとは思うんですけど、多分やってないはずなんですよ。だってクビになるからね。そう。それもそのね、倉庫業でもね、最近の若い子はふざけんなと思いながらも仕事するわけじゃないですか。 そこにモチベーションが上がるかっていうと、どちらかというともうムカつくしかないと思うんですよね。クソみたいな。なんで働けるんこいつらみたいな。それでもやってるわけじゃないですか。で、それは仕事としてやってるからですよね。うん、でも仕事としてやってるんだけど、前提条件としてそっちは給料必ず入るんですよね。そう必ず入るから我慢もできるだろうし、一応給料入ってくるからね。でもこっちは <laughs>、入ってこないって言うんだよね。うん ここはね、まあまあどういう捉え方をするかっていうところが大事かなと思います。だってみんなそうなんで、本当に僕も5万といろんな方はね、多分100億人は盛りすぎですけど、あのすげえそのこういう質問やる気がないからできませんとかモチベーションが上がらないからできませんみたいな質問相当もらってきてる。やる気スイッチどこにありますかみたいなね、いただいてきてますけども、そこで戦う、そこ、そこで勝負し,してるとそもそも無理だよっていう。 お話でございますね。それ、申し訳ないけど、それで勝負する。そ、そこで、その次元でやるんだったらやめた方がいいんじゃないかなっていう、厳しいかもしれないですけど、その次元でやるんだったら。そ、そんな当たり前なんで。ってってた方が気分が楽になるっていうね。うん。<laughs> そう、だから続けられるし、あの、淡々とできるかなっていうところですね。うーん。 本当にね、これで、モチベーションとかやる気に支配され、で、行動ができる、できないでや、動作をしてると、本当に波が出ちゃうんでね。この僕もね、田舎のおさんさんのメッセージでも書いてありましたけど、この、なかなかその、昔もったいないっていうね、なんかその、なんか、この1ヶ月前はネタがあったのにもかかわらず、その、もち、あの、なんだ、できなかった、今思うと、このネタ、世間を賑わしたネタ、格好のトレンドネタがあったのに、 やらなかった、もったいなかった、後悔してますっていうメッセージも入ってるわけじゃないですか。<laughs> うん。だからこれは本当にね、自分が、ぼ僕ならすいません、やっぱ僕はもうこれが仕事なんで、これで飯食ってますからね、僕は。すいません。うん、言ってられないでしょなんかやる気がないとか体調悪いとか。まあ体調悪いって言いますけど、それでもなんかやんないとダメなんで。仕事としてやってますから、これで成績立ててるので。ただ、 他の人っていうのは僕みたいな状況ではないわけじゃないですか。別にネットビジネスやらなくても会社の給料があるわけですから、それで飯食えてるっていう現状があるんで、僕は1円も入ってこないですよ。やらなきゃ。1円もです。飯食えないです。1円も入ってこないです。やらなきゃね。何も行動を起こさなければ。何もやらなかった。1円も入ってこないです。うん。だからやるしかないですよ。うん。だって会社に内定もらったとしても、会社に1回も出社しなかったら給料もらえます難しいですよね。 内定はもらってます。でも会社に行きません。給料もらえます。結構しんどいですよね <laughs>。逆に、そんな会社があったらいいですよね。内定もらえました。ウィーっつって。会社に一回も行かず、10年間ずっと給料もらえる会社があるっていうね。そんな神的な会社はあんのかって多分ないっすね <laughs>。出社しないとダメだしね。やんないで、仕事やんないでダメだろうし。会社もなんで給料出してんのかって言うと、仕事やってもらうから、 その給料払ってるわけじゃないですか。給料払わない人に、ね、会社にも出社しない、給料、会社にも出社しもしない、仕事もしない人に給料払える会社はあんのかって話ですよね。多分ないですね。うん。はい。ということで、まあ以上の考え方を入れていただくといいんじゃないかなと思います。はい。では終わります。ご視聴ありがとうございました。